ドジャースの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場。7回の第4打席に移籍後初となる今季1号ソロホームランを放った。ドジャースは5対4でジャイアンツに競り勝った。打ったのは93マイル、約150キロのシンカー。今季待望の1号はライトスタンドに飛び込む豪快な飛距離430フィート、同131メートルの特大ホームランで、スタンドは総立ち、大歓声に包まれた。来た。この瞬間を待ってた。おめでとう。すごい歓声。ドジャースタジアムのファンが総立ちで歓声を上げてる。これは本物のスタンディングオベーション。みんな立って喜ぶこの瞬間は鳥肌もん。天然のウェーブで来てる。ドジャーススタジアムの総立ちに感動した。大谷がベンチ戻っても止まない歓声。愛されてんな。本当に涙が出るくらい嬉しい。ドジャースファンの前でホームラン打つあたり、さすが大谷さん。打った後の小さなガッツポーズがたまらん。不調だった時の思いとか考えたら涙出るわ。何より一番焦ってたのは大谷さんだったのかな。打ててよかった。大谷のシーズンがやっと始まりましたが、ここから伝説が始まるのか。ブルブル。ジャッジも一号打ったし、何か因縁を感じるな。ゼロ本だった大谷、ジャッジ、アルバレスが今日同時に1本、連動してるな。フリーマンが笑顔で迎えてるの本当良い。ひまわりの種を持ったよりぶん投げてて草。痛そう。リハビリ中だから無理はしてほしくないけど、やっぱり大谷選手のホームランのニュースは嬉しいですね。いろいろ大変なシーズンスタートだったけど、大谷さんのペースでこれからも活躍してくれたらいいな。今回もご視聴いただきありがとうございます。動画投稿の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。